次はリサで小村です。さようなら、ありがとう、声の限り。悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた僕らの懐かしい思いにとらわれたり残酷